今3足4足なんかスケボーやってますね。で、父さんは来たで、今度はシフトダウンです。今5から4、で、次3、同じ速度でシフトダウンしてってます。2やるとちょっとうるさいから押すかな。まあやってみますか。2、1はちょっと回転数的にできないんで、3で4で5でまた4を落とします。雑にちょっとやってみます。4 3 2はこんなになっちゃいますね。で、シフトアップとダウンのショックが来ないようにしつつやるコツなんですけども、それぞれの回転数、ギアごとの回転数を合わせるっていうのが重要です。例えば今2速なんですけども、2速で30キロ、今40キロ、50キロで60キロ、まあいや50キロでいきます。50キロの時にそれぞれのギアの回転数が何回転かとなんとなく把握しておくとシフトチェンジがスムーズにできます。今だと2500回転で、これは3速かな。で、これ4にするときは50キロだとだいたい2000回転、この車の場合。実際は頭で理解しないで体で勝手にやってるんですけども、これを5速に入れると50キロだと1600回転ぐらいになってます。っていうのを最初のうちは頭の片隅に入れといて、で、今5速から4速に落とすときは少しだけアクセルをクラッチ踏んで、アクセルを踏んで回転数を上げて、その瞬間にクラッチつないでます。そうすることでシフトの変速ショックが出なくなります。で、今4で、これを3に上げます。で、3のときは確か50キロだと2500回転なんで、1回クラッチを切って3に入れます。で、2500でつなげると、こういうことをやってシフト操作時の変速ショックをなくしてます。で、また4に入れます。で、2000回転で、5に入れます。1700回転ぐらいで、4に落とします。2000回転で、3に入れます。2500回転。こういう指標があるとシフトチェンジの操作はやりやすくなります。あとは、まあ、ついでにブレーキのやり方なんですけど、止まるときに最後にブレーキを少し、これ見ててください、抜いてあげるとスーッて止まれます。わざと下手くそなブレーキをしてみます。停止時の下手くそなブレーキ、同乗者が、私が同乗者だったら嫌なブレーキですね。バスの運転手とか電車の、車掌さんが下手くそがやるよくブレーキです。こうパッカーンっていう動きが全然違うでしょ。これブレーキを抜いてないからこういう風になるんですよね。で、こういうのをやると、多分ですけども、エンジンマウントとかミッションマウントにも良くないと思います。70のクレスト50右1300、ここ踏んでください。クレスト70右1300、右1300、はい、踏んでください。はい、左2&右4ロング70、左2&右4ロング70、左2&右の4ロング70、右4ロング、ロングロングロング
30のクレストイントゥ左5ミドル30クレストイントゥ左